しろ! 必ず助けるからな! やめろ! 獣どもめ! お侍様! お侍様、橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて、下から矢を射始めたのです。怪我人が？ブンタ、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。 助ければ。何が望みだ。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。 このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。